今回講習で特に強調して取り上げるとしたら、この3つ。ワンハンドパスと、オーバーヘッドパスと、ゼロステップパスでの、今回は時間を失わないパス技術をして、に、片手でハンドルする、ハンドリングの、まず負荷が、これはすごくあるので、今、トリプルスレッドが常に大事って感じではなくなってますね。特にこういう年代があって、スクリーン系を多用するようになると、はい。ということで、まあ、ここまで前段の、まあ、考察、ディスカッションのための前段の話、土台の話になりました。でここから、時間を失わないために重要なパスの技術をいくつか、ご紹介して、まあ、一緒に考えていきたいなと思います。では、では、時間が今、17時30分ですね。はい。ではですね、まず、まあ、もちろん、あらゆるパスが大事なんですけど、まあ、取り上げるとしたらですね、今回講習で特に強調して取り上げるとしたら、この3つ。ワンハンドパスと、オーバーヘッドパスと、ゼロステップパスでの、もう今回は時間を失わないパス技術としてご紹介しておきたいなと思います。一旦ちょっとワンハンドパスとか、いくつかこう、映像見ていただいてから、ブレイクアウトルームで、ここについて、皆さんちょっと、アウトプットしていただこうと思ってます。まずワンハンドプッシュパスはですね、ちょっとこんな感じでドリルがありますよと、ちょっとお見せしたいと思います。まあこれも、初めてやってるんで、質が高いとは言えませんが。こういうパスなんですね。はい。で、まあ、こういう練習の、その、かなりの割合で、僕がヨーロッパの講師たちのクリニック受けたり、映像を見たりする中で、アップでこの練習を使ってるコーチは結構多かったです。で、僕自身もこれはアップの中で結構よく使うメニューなんですけど、一つに、この片手で出すっていう、その、技術の正確さとかもやるんですけど、やっぱその、片手でキャッチして片手で返すとき、今回講習で特に強調して取り上げるとしたら、この3つ。ワンハンドパスと、オーバーヘッドパスと、ゼロステップパスでの、もう今回は時間を失わないパス技術としてご紹介しておきたいなと思います。に、片手でハンドルする、ハンドリングの、まず負荷が、これはすごくあるので、まあ、ヨーロッパのコーチなんかこれでちゃんとパワーポジション取れてて、股関節がちゃんとレディーしてるという状態で、しっかりと肩を使って、肩周りの状態を良くして、パスが早く素早くできるようになれば、まあ、かなりいいファンダメンタルになるぞということをおっしゃってました。まあ、その通りだなと思います。なんで、まあ、まだちょっとこれ、この方のデモンストレーションとしては、その質が高いわけじゃないんですが。っていうようなことを片手で、キャッチ片手で返すぐらいを、まず最初の導入でやって、例えばここから、時間を失わないパスを片手で出すパスというのは正確に出せるというのはちょっとこれはもう大事なんですね。はい。で、ここで例えばドリブルの種類をいろいろ変えたりもできるんですけど、片手でキャッチした後に間にドリブル挟まないでそのボールをそのまますぐレックスルーしてパスみたいなことをするとハンドリングがないとすぐにレックスルーできないんでそこに負荷がかかるのとその相手のパスが下手なとこ行ってるとそのレックスルーに負荷がかかっちゃうんででもその悪いボールでも悪いパスでもレックスルーできるっていうハンドリング力にファンブルをしないっていうターンオーバーしないっていうキャッチングのレベルアップがあるんですけども、まあ、そういう意味でこのドリルするとパスそのものは前は負荷がかかってるんでいつもいつも正確に来ないと。その悪いパスになっても、それを処理するっていうハンドリング力のレベルアップがすごく価値がある。キャッチングとしての価値があるメニューになるので、このレベルに応じて、この練習負荷は、そういうふうにキャッチした後のドリブルの種類をいろいろ指定して、そのドリブルから素早くまた片手パスすると。いうことで、素早くパスするっていう、そのパスの正確さ、速さのことと、キャッチの負荷を同時に磨ける。で、ハンドリング力を向上して、まあ、なお、しかも姿勢、体の使い方を、ちょっとこう、一緒にウォーミングアップできると。いうことで、
これはよく使われているメニューです。はい、でちなみにじゃあその片手のパスをですね、まあ、今みたいなのも片手のパス、片手のパスの、まあ、どってことないんですよ、ね。どってことないんですけどね、見たら。でも、こういう、ちょっと、時間を知らないだけで、例えば両手で持って、ステップ踏んでみたいにして、ちょっとずつ時間を知らっていくと、アドバンテージが減っていくんですね。なんで、あの片手のパスなんかはもう、ファンダメンタルの範疇で、少しも時間を知らずに、片手で、正確に、まっすぐ、合わせるっていうのは、当たり前にできなきゃいけないという話です。パスの、うまく見せるんだと、ドンチッチなんかは、進めじゃないかなと思います。よく見えてる。選択肢が、本当に2、3個あるんだなっていうのがわかるような。この瞬間に今、ダイブしてる選手がいると思うんですけど、ダイブしてる選手に対して、下にいる2枚のうち、どっちが寄ってくるかっていう、判断なんですけど、ここでもドンチッチのポジションからは、逆サイドコーナーはすごく長いので、ここではその、クローズアウトは小さくなっちゃうと。よりだからもう、ツーウェイクローズアウトになってるような、体勢悪い瞬間に、時間を失わない、オーバーヘッドパスで、バイクパスができているという映像です。そういう映像です。まあ、ひとまず、もう一回ドリルの映像に行きますが、ちょっとそれで、子供たちを教えてる、アンダージリのコーチなんかも結構いらっしゃったんで、子供でも楽しめる片手のパスの、しかもこう、速くなきゃいけない。動作が速くないと、うまくいかないっていうドリルとして、僕らこういうクラッシュパスドリルっていうのを遊びでよくやらせます。あ、おいだ！例えば赤い線にいる2人は、ドリブルから素早く相手にパスするんですけど、横向きの2人はですね、このボールにドリブルから、ドリブルしながら、手にボール持たないで、飛んできたボールにぶつけるっていう、そしてこれ、ちょうど真ん中のこの2人がパスしそうなタイミングで、手のひらにボールがついてないと、ぶつけられないんですよ。パスがいいタイミングで出せる選手っていうのは、今だっていう瞬間に手のひらにボールがある選手なんで、ちょっともうすぐチャンスそうだなと思った時に、手のひらにボールがついた状態で、待てる。ちょっと溜めれるっていうか、ダブ取りしないで、こう、待てると。そこから来たボールにぶつけるということが、まあ、自然と遊びながらできるようになるっていう、まあそういうメニューです。だからまあ一応、子供たちにちゃんとやらせるときは、ダブ取りみたいな持ち方だけちゃんと指摘して、やらせていくと、まあこれは一つパスと動作自体は速くなりやすいです。